こんにちは。今日のニュースです。チョグク氏の法相への強制任命が決定し、やはり文大統領が押し切った形になりました。今日はその記事をまとめました。最後まで見ていただけたら嬉しいです。ムンジェイン大統領が9日午前、チョグク氏の法務部長官任命を強行した。本人と家族に様々な疑惑が提起され、野党が強く反対し、検察の全方位捜査まで進行中のチョ氏を任命することにより、韓国政界に波乱を呼ぶものとみられる。コミンジョン大統領府報道官は、同日、文大統領が6人の長官及び長官級候補者の任命を裁可したと発表した。また、6人の任命について、国会から同意を得られなかったことに関して、まず国民に申し訳ないと述べた上で、こういうことが文政権に入って繰り返されている。特に改革色が強い人物であるほど、人事聴聞会で困難に直面するとして大きな責任を感じるとともに、人事聴聞会の手続きが制度の趣旨通り運用されておらず、国民の統合や良い人材の抜擢で大きな困難になっていると指摘した。チョ氏については提起された疑惑が多く、配偶者が在宅起訴され、任命賛成と反対の激しい対立があった。国民の分裂につながりかねない状況を見て、大統領として深く悩んだと述べた上で、原則や一貫性を守ることがより重要だと考えたと説明した。ただ、聴聞会まで終え、手続きの要件を整えた状態で、本人が責任を取らなければならない明白な違法が確認されなかったにもかかわらず、疑惑だけで任命しなければ悪い前例になると強調した。家族が捜査対象となり、一部は起訴までされたチョ氏の法務部長官就任をめぐり、捜査が十分に行われない懸念や、チョ氏が長官として職務を遂行するにあたり困難に直面するのではないかという指摘があることについては、検察はすでに厳正な捜査を行う意思を行動を通じて明確に示したと説明。検察は検察がやるべきことをし、長官は長官がやるべきことをすれば、権力機関の改革や民主主義の発展を実現できるとの考えを示した。記事はここまで。言い訳と嘘の使い回しが多くて分かりにくい文章でしたが、国民に対する謝罪はこれから国を売ることに対してでしょうか。民主主義なんて何とも思ってない人が発言する民主主義の発展という言葉の薄っぺらさ、ある意味感動的でした。要は疑惑の段階で止まってるうちに法相に任命しちゃえ、任命したもん勝ちってことでしょうか。これからますますチュチェスト化していくんですね。ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。またね。